アメリカ東部ポトマックガー流域の土地利用図、1997年土地利用とは、土地の状態や用途といった利用状況のこと、あるいは土地を利用すること自体を表す概念である。森林、水田、市街地といったおよその分類を用いて、その地域の土地の利用を広範囲で見るものから、有料道路、市役所、灯台といった細かい分類を用いて、 それぞれの利用状況を見るものまであり、様々である。一口に土地利用といっても、目的にあった土地利用の資料でなければ、適切な情報を得ることは難しい。ドイツリュースブルクの土地利用建築物など36%、道路15%、森8%、緑地、保養地7%、農地20%、水域10%、その他4%一般的な土地利用の分類は、 いくつかの統一された基準があるが、独自の分類方法もある。以下に例を挙げる。日本の都市計画法においては、用途地域をはじめとした20種類の地域地区が、都市計画区域内の土地利用の区分にあたる。また、国土利用計画法においては、土地利用基本計画の中で、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、 自然保全地域の5種類の区分を用いている。土地利用を調査しまとめる目的は様々である。多目的に用いるものから、農業、林業、治水、学術調査、行政、統計調査、軍事などに及ぶ。沿道土地利用、沿道土地利用、ロードサイドランドユーズとは、都市計画道路等を整備する際に使用する用語で、開発区域及び道路の位置づけに従って、 沿道の土地利用を計画することを言う。ありがとうございます。